BTS は歌唱力はもちろんラップの実力もあります。それもそのはず、 BTS はもともとヒップホップグループとしてデビューする予定で結成されました。 BTS メンバーのラップ担当は RM、SUGA、J-HOPE の3人です。 RM と SUGA は BTS に入るずっと前からラップに興味を持ち、独学で勉強しながらアンダーグラウンドで活動をしていました。 BTS がデビューするとヒップホップを持ち込んだアイドル、またはアイドルがヒップホップというスタイルに当時は批判も受けています。今回は RM と SUGA の過去を振り返りながら、 BTS がヒップホップ業界から批判を受けたことについてを詳しくご紹介していきます。 RM と SUGA はアンダーグラウンドで活動していた。 RM は小学6年生の時にエピックハイのフライを聞いたのがきっかけでラップに興味を抱き始めました。 RM は独学でラップを勉強し、2007年にはナンチランダという名前でアンダーグラウンドラッパーとしてキャリアをスタートさせます。 RM はいくつかのトップアンダーグラウンドラッパーで構成されるラップクルーに参加し、メンバーには他、アイアン、ショウ、ミー、ザ・マネースリーのファイナリスト、シュプリームボーイ、ビッグヒット、エンターテインメントプロデューサー、キド、トップドッグと豪華な顔ぶれですね。ラッパーとしてのスキルがどんどん成長していく RM。 彼はアンダーグラウンドシーンでより活発になり、その後多くの曲をリリースし、ブロック D 事後のような他のアンダーグラウンドアーティストとコラボレーションすることもありました。実力があらわになり、評価の声が高まると RM はアンダーグラウンドのヒップホップ代理店のオーディションに招待されることになります。これはオーディションの審査員であるアンタッチャブルとスリーピーと初めて出会った場所です。スリーピーは RM のラップスキルに感銘を受け、RM の電話番号を保存してプロデューサーであるファン・シヒョク氏、ファン・ PD に彼の存在を伝えました。紹介を通じて RM はビッグヒットエンターテインメントのオーディションを受け、2010年 BTS に合格、 BTS 最初のメンバーとなったのです。 SUGA は小学5年生の時に RM と同じくエピックハイに憧れてラップを書き始めます。当時ラップを書き始めた時、周りからは君はダメ、君はラップをしない友人だと言われたことから、負けず嫌いな SUGA は努力の末ラップを独学で勉強し、知識を増やしていきました。13歳の頃にはすでに歌詞を書いたり、パソコンを使って音楽に携わり、17歳の頃にはテグにある音楽スタジオでアルバイトを始めます。そこで仕事をこなしていくうちに音響機器などの扱いを覚え、作詞や作曲、編曲なども行い、自然とラップのスキルも磨いていきます。当時はグロスという芸名でアンダーグラウンド活動を始めました。芸名の由来は、SUGA の本名であるユンギは韓国語で艶という意味になるので、それを英語にしたのが由来だそうです。代表的な活動で ADV クルーのリフローの曲 Who I'm I のビートを作りました。この時 SUGA の年齢は19歳、まだ高校生でした。しかしこの時はまだグロスという芸名は使わずに本名をそのまま使用していました。テグで音楽活動を続けていた SUGA は、自分が成功することでアンダーグラウンドで活動する人たちにもいい影響が与えられるのではないかと思い、ビッグヒットエンターテインメントのオーディションに受けることを決意します。そして見事オーディションに受かった SUGA はビッグヒットエンターテインメントの練習生となり、長い練習生期間を経てようやくデビューしたのです。小学生時代に聴いたヒップホップグループエピックハイに影響されていた RM と SUGA の出会いは運命のように感じますね。事務所がヒップホップからアイドルへ路線変更で練習生が退所。今では世界のトップアイドルとなった BTS。
しかし、元はといえば、現在とはかけ離れたヒップホップ色の強いボーイズグループでした。所属事務所のヒップホップオーディション、ヒットイットから選出されたメンバーが中心で、当初もヒップホップグループとして活動する予定でした。しかし、途中からコンセプトをガラリと変え、アイドル路線へ傾倒し、ラップだけでなく歌やダンスにも力を入れるようになります。その結果、アイドルとして見せる顔や自分をさらけ出すアーティストとしての顔、いろいろな一面を持ったヒップホップアイドル BTS が誕生したのです。この前、とある記事で見た。BTS がデビューした2013年、同じくデビューしたグループだ、50組ほどいるだ、ほとんどのグループだ、デビュー後3年以内に解散もしくは無期限活動休止となっている。そんな中、2021年現在でも活動を続けているのは BTS のみという内容。7人揃って8年目、すごいことだ。路線を大幅に変更したこともあり、ビッグヒットの練習生が続々と退所し、一緒に練習していた仲間たちが辞めていく中、RM はデビュー以降も結構悩んでいたそうです。しかし、あるアーミーから、決してアイドルという言葉を恥ずかしがらないで。アーティストという言葉は、他の人たちとは差別化された部分をやり続けることで自然とついてくる名札だよ、という手紙をもらい、大きな気づきを得ます。ちなみに、BTS がまだヒップホップ路線だった時代に RM と一緒に練習生として生活していたメンバーには、アイアン、キド、シュプリームボーイ、イレブンなどがいます。次々に退所していく中、 RM、シュガ、J-HOPE は練習生として残りました。その後はアイドル性の高い人材を探し、ジン、チョングク、テテ、ジミンが合格。最終的に7名が BTS のメンバーとしてデビューが決定しました。アングラで活動してたナム、プロデューサー志望だったユンギ、ダンスでスカウトされたホソク、元は違う夢を追っていた彼らがいつの間に世界を股にかけて生きる BTS のラッパーとして認知されていること。もしズレが生じてここに立っていなかったら、もっと近くの存在として出会っていたのかな。ユンギの心の中では神様に中指立ててそうなアングラ感と、ジンの汚れや闇の存在を知らず清らかに育ってきた感じ。 BTS がデビュー、 B-FREE が招待席で公開批判。 BTS がデビューしたての2013年、キム・ボンヒョンのヒップホップ招待席の1周年公開放送で、 RM とシュガが韓国の先輩ラッパーたちから面と向かって批判を受けている姿が動画であらわとなりました。放送内では、女みたいな服を着て女装しているのか、何がやりたいの、アイドルとヒップホップ両方の立場を理解して両方になりたいなら自分がやりたいことが何かわかるでしょう、アイドルって何ですか、など、あたかもバカにするかのような様子で BTS を非難します。シュガの芸名を砂糖と侮辱するような場面も。しかし、シュガは、僕たちはただ自分たちの声や音楽を多くの人に聞いてほしいと思ってるだけ、アンダーグラウンドでは一曲売っても1円にしかならない、そんな現実が嫌だった、今の現状に満足している、以前はたった2人しかいないところでパフォーマンスをしたこともあったけど、今は何千人もの前で自分の声を聞いてもらえる、それは本当に感謝している、4年前は食べ物を買うお金もなかった、そういうのを買いたかった、と冷静に自分の気持ちを語ります。シュガはアンダーグラウンド時代、厳しい現状を誰よりも知っている一人です。お金もなく、親からも反対され、食べることも厳しかった日々の中で、彼は自分の好きな音楽だけに熱中し、日の当たる場所で活動できることを望み、アンダーグラウンドもそうなることを願って練習生になりました。ゴリゴリのアンダーグラウンド感満載でラップしてたユンギが、後にメイド服を着て自撮りをする世界線、ギャップありすぎて耳キーンどころじゃない。
鼓膜破れる。 BTS はヒップホップ業界の人たちや世間からたくさんの批判に苦しんだ時期があります。ですがそんな批判をバネに想像をはるかに超える努力や困難を積み重ね今を築き上げました。自分の夢をひたむきに追いかける彼らの情熱は素晴らしいものです。攻撃的な質問に臆することなく、感情的にならず、冷静に、懸命に、自分たちの気持ちを示した RM と SUGA からは、音楽に対する強い思いや覚悟を感じ取れますね。その後の B3 の反応は、公開批判から月日が経った2019年7月14日、当時問題発言を放った B3 が、6年前の発言に対し謝罪文を掲載しました。 BTS と彼らのファンに感情的な苦痛をもたらしたことについて本当に申し訳なかった、許してほしいと英語でコメント。当時は放送後も B3 は SNS を通じて BTS を批判し続け、抗議や謝罪を要求するアーミーたちのコメントに対し、あ、今日は楽しかったです、こんなに多くの人たちに影響を及ぼしているなんて、とにかく本当に僕が今日話したある言葉を20分以上考え続けているなら心から彼氏を作ることをお勧めしますと見下した態度の返答をしました。このことに対しビッグヒットの代表ファン BD も、気持ちをそのまま表現するのがヒップホップの基本的な姿勢だと思う、でもジャンルと関係なく時と場所を守る必要はあるんじゃないか、1周年を祝う人のお祭りでした、言うことを我慢できないのであれば出ない方法がもっと正しかったんじゃないだろうかと SNS にコメントを表明しました。6年越しの謝罪の経緯は、 BTS がワールドクラスの K-POP アイドルに成長したことで遅れて謝罪をしたのではないかと憶測が立っています。しかしこの遅すぎる謝罪文を見たアーミーたちからは、本当に見てるのが辛いくらいひどかったから今さら謝っても無理、彼らが大きくなったから、何を今さら6年後に謝る意味って何なのか B3 さんに聞きたい、など冷ややかな罵声が飛び交っていました。当時の動画が今でも残る中、謝罪の遅さや重大さに冷たい反応をしてしまうのも無理ありません。こんな批判を乗り越えてきた彼らの熱い情熱や音楽に対する思いを、私たちアーミーはしっかり受け取り応えていきたいですね。まとめ、今回は RM と SUGA を批判した B3、 公開差別で炎上した詳細とその後についてご紹介しました。いかがだったでしょうか。批判にとらわれず、彼ら同時のスタイルでこれからも素敵なパフォーマンスを見せてほしいですね。